お、最後が弾けた。皆さんこんにちは、動画実況主のシンクと申します。本日もジェのジャッジメントをやっていきましょう。はい、ということで安定のミカさんのお部屋来てます。で、ちょっと、いじったのでそれも報告させていただきます。安定の後追い、双子の後追いはあるんですけれども、前まで霊能がいたんですけども、霊能役に立たないからいらないんじゃねっていう話になりまして、霊能弾かれまして、偽占い師が参加しました。で、人狼側も人狼よりなんか人狼陣営が弱い弱いというアンケート意見をね、あのミカさん取り入れまして、人狼から剣狼にランクアップしましたってぐらいですかね。あとはそんなに変わらずって感じですかね。はい、ということでやっていきましょう。今日は人狼陣営ですね。前ね、別の部屋で私はサイコね、あの動画撮った時全然役に立てなかったんで、サイコとして仕事が今できた、よしっていうことで、やっぱりサイコとして仕事がすごくできる。いいねいいね、サイコ占うね、みんなサイコ占うねいいねいいね、っていうことでやっていきましょう。私はサイコで人狼陣営勝ちたいな。おお、多いな。番犬で恋人かな。番犬で恋人かな、それはありえる。サイコ番犬あるね、ありえるね。罠しサイコもあるかも。あ、間違えた。あ、いいか。初日動けるの番犬だけやった。さてと、なんてうん番犬落ちたんじゃないのか。占いか。さあどうしようかな。クリスは黒。あ、どうかな。かもしれないね。なんかいっぱい使用してたから。ちなみにスーザンはスラかね。なるほどね。ですね、多分シンだとミカはシンかな。マイク、番犬かな。ケロラかな。霊いないね。霊能がいないですね。あんまり役に立たないから抜いちゃったのよね。
さあどうするかな。ミカでいいのかな、進行は。ミカどうする。バンケながらサマースやね。あるね。みんな双子の後追いがあるっていう認識が薄いから、どうしてもなかなか出てくれない。なんかポンって出ちゃうけど大丈夫ってみんな言われるよね。まあ守りもありかな。あんまそうだね、あんまりつけさす、つけさせると噛まれる。罠の可能性もなきにしにあらず。もう黒猫とかかな。出るの？出るの？マジで？出ちゃったよ。罠人形出ちゃったよ。出るのか。了解。どっちから行くのかな。クリスから。はいはい。把握把握。さ、サクッとサクッと時短しよう。サクッと時短、ゾーンとか言わずサクッと時短しよう。これバレるかもしれないけど、ね、まあ確かに黒猫はないですね。黒猫ではないですね。これ進行したか。この進行機ね、確かにここの進行難しいんですよね。難しいよね、特にここ。残念。あ、でもゾンリトーマスマイクで出してるんで、私じゃないっていう。セーフセーフ。まあミカが最悪落ちてくれればね、道ずられてくれれば私は万々歳なんですけどね。まあそれか私を占ってね、とばっちり食らうか、まあどっちでもいいんですけど。さあ、私は噛まれないでいただきたい、噛まないでいただきたいんですけどもね、どうかな。おはよう。あら、まあ、あら、
じゃあ黒確定か。ジェシー新っぽいですね。進化罠踏んだかな。マイク黒、マイク黒、マジか。これ恋人行かなくて大丈夫？だね。とりあえずマイクは保留。マイクは保留だね。さあ、ヒュー暗殺双子じゃないかな。双子か恋人。さあどうかな。まあ少なくとも一組は残ってるんでね。珍しく二人しか落ちてないことにすごい動揺を隠せない私。動揺を隠せない。いやー、まあ、とりあえず恋人探そう。いや、この部屋で二人はないからね。とりあえずね。マイクこれ、まあ確かにね、確かに。マイク行くの？ああね。マイク誰釣りたい？マイク誰釣りたい？マイクが誰釣りたいか。ショーン釣りたい。ショーンマジか。ショーン潜っちゃう。ショーンのグッジョブ期待。了解です。まあ、ヒュー邪魔だけどな。こいつ何なんだろうな。ヒュー黒猫かな。できたら黒猫あたりをひょって釣ってほしかったところなんですけど、黒猫もいないんだろうな。お、了解です。
と会う妖怪。さあこれで私占ってくれたら嬉しいな嬉しいな。ここでミカは落としておきたいところ。ここで藁が減って9でしょ、藁が減って1人減るでしょ。でミカが私を占ったとして1人減って、で人狼が1人噛んだとしてあと5、うん、ちょっと厳しいかまだ。人数的に厳しいか。これで本当にうまいこといくと、アンナ、ヒュー、トーマス。おお、釣れたね。これ紙先間違えんなよ。紙先間違えるなよ、マジで。アンナが言ったから、ここで占いは落ちる。私絶対行くから、私は落ちるから。スーザンかメアリーに行ってほしいけども。だよね、落ちる落ちるよね。それを分かってた。ナイスですね。バカタレバカタレ確か噛んだな。私を噛んだな。あーどっちにし、あー欲張るからちなみに占いは本物だったっぽいですね。さあそう、堅牢で、恋人で堅牢で落ちてたのか。なるほどね。え、じゃあ何だったんだ。ジェシーが黒猫、クリスは番犬で番犬だったのか。なるほどね。ジェシカはどちらかというと残してた方が良かったということですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあ今回はちょっと割と仕事ができたので良かったかなと思います。ではでは、バイバイ。